ますから、うん、ということで、まあ残念ながら雨が降ってまいりましたので、急遽予定を変更して、せっかくだから、新宮の方にぐるっと42号紀伊半島をぐるっと周回して行っちゃうじゃないかと。和歌山バカじゃねえのバカじゃねえの俺ら言っといてないんやけど、42号だってこっから新宮までが120キロ、120キロ、新宮から四日市までが、そっか、串本海中公園とか寄ってく、どこやそれ、紀伊半島の一番南、本州最南端、マジか、行くか、ああ西を極めて南に行ってそのまま焼きクソで志摩半島の発信でも行くか、ああ究極にドライブやな今日、ああ完全な雨になったわけだな、うん、え、もう今もってちなみにそこがあの紀州鉄道の西御坊駅の前やな、ああこの奥が商店街になっとってこの辺りがな、うん、あのバズになっとらしいですね、今日は見やけどな、うん、まあ夜が盛り上がるらしいからな、まあ、うん、俺たちはその夜を無視して、うん、42号線夜中までっていうことでね、42号を横断するんやったら、42号横断か、もし夕飯食べるところにこの寿司くんが出てきたら、うん、食べようか寿司くん一応チェーン店らしいから、もしかしたらこの後出てくるかもしれない、まあ、42号線沿い走っとったらまあずっと何かしら店はあると思うで、ああ、うん、あの山道に入ってあの断崖絶壁どうしようもないみたいなのはないと思うで、断崖絶壁は断崖絶壁やと思うけどな、雨降ってるし、うん、とりあえず疲れたし切るか、うん